北海道札幌、食と観光情報館入り口北海道札幌、食と観光情報館は、北海道札幌市北北6条西4丁目、JR 札幌駅構内にある施設。愛称は、キータベル。JR 札幌駅1階、西コンコース北口付近に位置する。訪れる人々へ、パンフレットや、各販売店舗など、北海道の観光の案内及び、 食材の PR を行っている。2007年2月1日開設。都道府県、市町村、JR の3団体が協力して設立した施設としては日本初のものである。札幌市が北海道、JR と連携し2007年2月1日に開設した北海道札幌食と観光情報館は観光、食、 福祉などが複合した北海道の魅力を発信する拠点となる施設である。設置面積は1165平方メートル。情報館全体の開館時間は午前8時30分から午後8時まで、年中無休で運営される。その他、情報館に併設する JR 総合案内所は午前8時30分から午後7時まで、年中無休で運営され。 福祉ショップ、イコロは午前9時から午後8時まで、毎月第2、第4水曜日を休日とする。設置主体は、北海道と札幌市、運営主体は、JR 北海道と北海道札幌、観光案内所運営協議会、株式会社札幌新高校社、社団法人札幌市をつなぐ育成会、社団法人北海道貿易物産振公会の各団体である。 情報館内は、北海道札幌観光案内所、北海道土産庫、プラザ札幌店、カフェノルテ札幌 PR スペース、福祉ショップ、イコルが主な機能である。北海道札幌観光案内所は、北海道内の催し物や、観光の案内となるパンフレットが設置されており、無料で持ち帰ることができる。これらパンフレットは、英語、中国語、 韓国語の参加国語で書かれたものも常備しており、これら参加国語で対応することができる案内所のスタッフも常駐している。スタッフはボランティアとして働いている人もいる。観光案内所としては2007年2月現在で日本最大のもの。JR 総合案内所も隣接し、各旅行者への対応も整っている。ヨサコいソーラン祭り、札幌雪祭りコーナーも設けられており、 パンフレットの入手や映像の視聴が可能なほか、北海道遺産を紹介するパネルの展示なども行われている。この雪祭り、よさこいコーナーは入り口付近にあり、観光案内所カウンターと JR 総合案内所はその奥に位置する。北海道土産湖プラザでは、北海道内各地における特産品の展示、販売を行っている。 この場所にはそれまで浜ナスランドが位置しており、情報館の開設とともにリニューアルオープンへと至った。同プラザは東京都有楽町に以前からあった北海道土産子プラザの札幌支店となる店舗で情報館のオープンに先駆け、2006年12月16日に先行して開店した。プラザはおよそ2000店の北海道にゆかりのある商品を販売。土産小麦 北の香りを使用して作ったベーグルや北海道札幌市の菓子製造会社石屋製菓の製造をするクッキー、白い恋人、北海道産の食材をふんだんに使用した弁当など訪れた人々に北海道の食をアピールする。食と観光エリアに位置するのは北海道産の食材にこだわって作る、軽飲食が楽しめるカフェノルテ札幌がある。ここでは 白米やそのおかずまで全てが北海道産であるおにぎりセット、羊の肉を使用したラムバーガー、ソフトクリームやコンテストで選ばれ札幌を代表する洋菓子となる札幌スイーツなど様々なメニューを注文することができる。ここではこの札幌スイーツの食べ比べなどの催し物も行われる。さらに韓国語、中国語にも対応している。 インターネットコーナーも完備するほか、カフェノルテ札幌の隅にある PR スペースでは物産展などのイベントも行われる。福祉コーナーでは、福祉ショップイコルが情報館のオープンとともに開店。北海道内およそ150の施設で体に障害を持つ人々らが製作した製品を販売する。以前はライラックパセを福祉コーナーとして運営していたが、 情報館の開設とともにリニューアルをオープンした。取り扱っている製品は、玩具などの木工品や花瓶などの陶芸品ほか。また、北海道札幌、食と観光情報館では、2007年2月28日まで、愛称を募集した。また2007年2月10日には、STV の広報番組、札幌ふるさと再発見にも取り上げられるなどした。 その後愛称の先行に509件の応募が集まり、聞い食べるという愛称に決定した。この名称には、北海道の頭文字である、北と食を意味する、食べる、さらに旅をするという意味の、トラベルという3つの意味合いを組み合わせたものである。ロゴマークにはベルにちなんだ金のイラストが中央に描かれている。ありがとうございます。